二人で島作れるくらい経験人数あるけど俺のところに来てくれてありがとう。あなたのために話していた今までの俺の YouTube にある動画はやめろよ甘酸っぱいなおいおいおいお前恋しちゃってるじゃねえかよやっていきまーす。意外とうまそうでしょ。そういえば、なんかこの話、久々にしたかどうか覚えてないんですけど、うん、人間、日常的に死にてって思う人、あんまりいないらしいんですけど、知ってました？どういうこと？どういうこと？日常的に。なんか、本気で死にてえなって思う人はあんまりいないらしいんですよ、どうやら。うん。俺は思ったことないよ。あ、思ったことないタイプだ！俺は思ったことない、思ったことない。ちょ、私、マジでそれ本当に信じられんくて。慢性的に死にたいもんじゃないのみたいな。怖えー、思ったことないタイプだ。俺一度もない。はえー、死にてーって思わないな俺。マジか。だって俺奥さんができて子供できたとしたら俺産みたいもん俺をまんまの造形で産んでほしい。すげえな。うん、マジで真逆かもしんないです。サミさんとマジ自分のクローン絶対産みたくない。マジ自分のクローンが生まれる可能性があるから出産したくないっすもん。マジか。で俺の遺伝子は残した方がいいなって思うもん。その人類的な話。え、私無理だ。自分の遺伝子ここで滅さないと、私の家系の遺伝子ここで私が途絶えさせないと終わりだと思って。マジ、いやいやマジで、すごいね。マジでは逆だ。すげえ逆だ俺。すげえ、うん、自己肯定感で言うとえぐいぐらい高いと思うから。うん、私ビビるほど低いっすよ。こんなにだって人気じゃんとか言われても、うん、いや今色物だうおーってなって寄ってたがってるだけだからみたいな。本当にそのレベルなんで。多分配信者俺タイプ多いよ。マジ9割か8割多分俺みたいな感じのことを思ってるよ。ナルシストの集まりだよ配信者って。あの本当に端から端までレベルでナルシストだよこれ絶対そうだよ。配信をやってるうちにそういう自己肯定感の高い人間になっていくのか、はたまた最初からそういう人格だったのか。わかんねえな。分岐点とかわかんねえけど、だって俺スタンミンジャパンつけてるしね。そのジャパンの由来って日本背負うぜのジャパンの。ジャパンつけちゃってもいいんじゃねえぐらいのジャパンですね。なるほど。なんでジャパンなんだろうってあの、なんだっけ、サムネ作りながら思ってたんですよね。死にてえってどんぐらいの頻度で思うの？まあ、鬱だからっていう理由もあるんですけど、私躁鬱なんですね。躁鬱ってこう、うん、上がり調子の時ともう本当に沈んでる時があって、うん、沈んでる時だと毎秒思ってます。息するたびに、なんで息してんだろう、はぁ、あ、早く死ねばいいのに。はぁ、あ、でも最近ちょっとその大学生に今浮かれてるんですけど、うん、そう大学生に浮かれ始めてからふと、あ、死にたくねえなって思った瞬間があって、え、私今死にたくないって思った、うわ、すげえすげえってなったんですよ。じゃあ、その人がめっちゃ好きなんだ。え、でも、ちょっと好きになったら終わりだと思って今、ちょっと途絶えてます。あ、出た。いや、そんなん関係ないじゃん。その感情に乗っ取ってさ、生きればいいじゃん。でも、終わるんすよ、いつか。終わるっすわ、それは。だって、もう、まあ、俺にマットプレイおすすめしたろ。マットプレイも終わるんだよ。じゃあ、それをおすすめしてるのと一緒。別に人生がさ、人生はマットプレイ。人生はそうだよ。人生はマットプレイ。あなたはそれを俺にお勧めするわけでしょ。逆もしかりで。俺もだからあなたに恋愛をしろって言ってるわけ。いや。何が迷ってんの？メリットよりデメリットの方が大きい。まず得られるメリットってすごい幸せだ、楽しいって浮かれる感情じゃないですか。デメリットとして私の最大のコンテンツである Tinder ができなくなる。うん。配信者か恋人いない方がおもろいじゃないですか。いや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 、そこはだってね、え、そこを求めてる層があなたのリスナーになってますか。いや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 、それは大間違いですよ。それはだってあなたあれですよ、自分が好きなとこ出てますよ。そのメンタルで生きていけばいいじゃないか。君のリスナーはそんな層じゃない。君にガチ恋はいるかもしんないけど、ガチ恋の形も君のリスナーひねくれてるよ、悪いけど。君のリスナー、君のリ
君に恋人がいてもガチ恋するような視聴者たちなんで大丈夫。確かに。うん。君に彼女がいようと、セフレが自由にいようと、関係ない。グーの音も出ませんね、それは。うん。てか、君の視聴者に関して言えば、君が幸せになる方が求めてる人が多いんじゃない？まあ、でもその幸せっていつか終わって、なんか私がどっかでへこんで、うーってなる。最強のコンテンツじゃないか。毒親で Tinder で遊んでて、そんな女の子 VTuber が本当に好きな人を見つけました。デートから帰ってきて配信したら、のろけるんだよ、今日ね。何々くんがね、何々でって、2ヶ月後、配信2ヶ月休みます。面白いじゃん、それでいいだろうが。それが人生じゃん。なんでその波に乗らないの？終わるところまでコンテンツにすればよい。そうだよ、そうだよ。だってあなた今、その自分自身の親の環境もさらき出して、こういうお仕事してるっていうのをさらき出して、何をかもさらき出す方針で言ってるのに、なんでそこをさらき出さないの？そうだ、生き様コンテンツじゃないか。膝はコンテンツ。そう、俺も似たようなもんだから分かるけど、でもそれのもっと上を言ってるわけよ、あなたは。恋愛ってタイミングだからね。今お前タイミングを逃そうとしてんだよ。そのタイミングを逃したらまたお前の心に来る男の子が来ないかもしんないぞ。で、お前はその特大コンテンツを逃すわけだ。配信的なこと言うとね。お前が気にしてる。私のコンテンツがどうこうの特大コンテンツを今あなたは逃そうとしてるわけだ。なるほどな、うん、何もかも理にかなってるよね。配信のためにもなるし、あなたのためにもなると。で、それで滑って未来がないんだよっていうのも視聴者は楽しんでくれるから、それもワースなんだよね。それもコンテンツ。うしか言えなかった。いや、まさか大学生に、大学生絶対ハマんねえだろうと思ってたら大学生だったんですけどね。やらかしたな、マジで。ちょっと聞かせてよ、恋バナを始めようぜ。ちょっと恋話しようぜ。え、なこさん呼んでもらっていい？ちょっと、そうだった。そんな話あったな。そうそうそう。えなこさんも女子会混ざりたいって言うから、えなこさんと我々と奈良店で27日女子会しようかって話してんだよな。そうそうそう。3人の女子会が。女子会でしょ。大学生っていうところがまた怖いとこじゃないですか。なんで？学校に女の子って死ぬほどいるんすよ、うん、まあ表になるんですよね。女の話しか聞かないんですよね。なるほど。なるほど。そのなんかクズ感は感じないの？感じない。感じないけど、うん、そういうことをまあ本人に伝えたら、今までそういう人としか付き合ってこなかったのでかわいそうにってなだめられて、うん、私がバカネガティブなんです、まあ、どうせいつか幸せなんて終わるしって言ってるくらいだから、うん、それすらも怒られて、日々怒られているんですけど、うん、いやー、でも顔がいいんですよね。かっこいいんだ。うん。どういう系の人なの？どういう系？うん、芸能人。芸能人。ねえねえ、芸能人の顔、自分のことになるとなんかちょっとキモタクな。やめてくんない？分かんない。いつもみたいにサバサバしろよ、お前。いやだ、無理無理。なんで言ってんだよ。やだやだ。お話しなきゃよかった。最悪。誰に似てん、誰に似てんの？雰囲気、ワンちゃんみたいな感じです。へぇー。ゴールデンレトリバーって感じ。あ、あの、ポケモンのガーディーに似てる。へぇー。なるほど。熱っ。いいね。いいね、いいね。ちなみに、スタミさんのファンですよ。あ、そうなの。うん、ファンですね。俺のファンなんだ。ロルどうやったら上手くなるか教えてほしいって言ってた。じゃあ俺その人面接しよっかな、一回。ちょっと俺はここまで話した7点となんか変な風になったら嫌だからな。これよし、退席してていいですか、それ。いや、これマジでこの今まで何人もの男を食ってきた奈良店が恋をした男がハズレだったとしたら、俺はちょっと苦しいから。それはそいつヨリック OTP らしいって書いてあるけど、ミッドヨリック使うんだよな、確かに。見すぎだろ俺の配信。見すぎだよ。ちょっと一回お前俺と話そうか。一
回俺と話すとちょっと話さないといけなくなってきたね、これは。面接か。ちょっとね、私は離席しますけど。どんぐらいあってんの、だから回数は。ちゃんと外に遊びに出かけたのは、まあ、数えられるくらい。美容室行った帰りとか、わざわざ友達と遊んで帰った後に美容室院まで迎えに来てくれたりするんですよ。ほー、でかいね、それは。それはでかいね。あ？衝撃を受けた。そんな人いる？と思って。だからちょろいな。いや、私ちょろいっすよ。ちょろいね。ずっと言ってるけど、私マジでちょろいっすよ。ちょろいね。それでポイントが入るんだったら多分、ちゃんとした人ならイージーよ。7点のこと。嘘でしょ。いい、ま、嘘でしょ。マジで、だ今まで、もう俺さ、これ動画出したよな。7点だから40点だったんだよ。俺、イヤホンの話したでしょ。リスナー。まさにそれじゃない、今。そんな人、いる？いるよ。だからそれ、その男の人と、なんで出会えたかっていうのは、7点のレベルが上がったからなんだよ。やば。やばとか言っちゃった。普通の人だよ。世の男性、そんなことできるの？好きな人ならお迎えもするし、時間を費やすもんだよ。マジかよ。10万人記念おめでとうでラッシュくれて、20万人おめでとうでサボンくれたんですよね。おー、すごい、サボンも回収すんな。お前、違う。え、違う。私、初めてなんか人から、そういうなんか、もらって、おめでとう、記念、みたいなで。うん、そこまでする人に、みたいな。いや、ちょっと待って。マジで、え？イージーすぎるよ。ちょっと待って、ちょろすぎる。俺、こんな言い方すると、ちょっとキモいかもしんないけど、俺多分ね、2日で7点落とせるよ、俺。そんなちょろい？ちょろすぎる。ちょろいのは自覚してますけど、うん、そんなにちょろすぎる。今、ジタバタしてますけど、私。信じられなくて、何も。ドキッとくるポイントが浅すぎて、逆になんか、愛を込められた行動されたら、多分疑うよ、お前。俺、この話も配信でしたわ。まさに、あ、俺のところに来てくれてありがとう。あなたのために話していた。今までの俺の YouTube にある動画は。収束してる。繋がってた、今までの俺の話は。今あなたが俺の話したら、もう具現化されてる。で、今あなた、今逆に浅いから多分キュンと来てるんだよね。逆に愛のある行動されたら、突っ張れちゃうと思うよ。なんか、怪しいこの人ってなって。なんで私にこんなことしてくれるんだろうみたいな。まあ今でも正直ちょっとなってますけどね。そんなん普通だから。タルチーニョフっていうギャルがいるんですけど、うん、そのギャルにその話したら、それは沼るわって。いや。言われたんですけどね。いや。本当に、類友がすぎるな。女友達もかい。マジ二人で島作れるくらい経験人数あるけど。マジでおもろいな。俺の言ってることは間違いじゃなかったな。そういうことなんだな。私そんなちょろいんだ。なんか不安になってきたな。いや、逆にピアーズやってみれば。今思ったのが、その人普通なんだよな。ぶっちゃけ顔かっこいいかもしんないけど、そんな人が溢れてるっていうことを実感して、またその中から選別できるよ。ピアーズやって、Tinder やってるから、今、ゴミみたいなあのアプリ入れてるから、ゴミしか合わないけど、ちゃんとしたマッチングアプリ入れたら、そんな人、わんさかいるから。でもなんか、今、他の男性と連絡を取り合うと、マジで、なんか、胸くそ悪くなって、って連絡取らなくなっちゃうんですよね。ん？どういうこと？なんか、嫌な気持ちになるんですよ、ね。ああ、もうやめろ。終わりたいなって。どういうこと、お前、やめろよ、甘酸っぱいなおいやめてくれよ。ちょっと。なんだ、お前。恋しちゃってるじゃねえかよ。お前、恋だよ、それは。もうダメだ。お前、好きなんだよ。救えねえわ。お前も好きになっちゃってんな。通がわからない状態なんだな、今。で、今、関わってる人がさ、ギャルとかでしょ、うん、その。ドギャルっすね。そういう界隈の人でしょ。
え、でも誰になんかそのエピソード話したの、え、何それかわいい、すごい、え、すごいかわいいって言われるけど、どんなエピソード、プレゼントもらったんだよねっていう話とか。年下にプレゼントをもらったのがかわいいのであって、その事象についてのかわいいじゃなくない、うん、年齢差のギャップにかわいいって言ってんじゃないの。なるほど、うん、そういうこと冷静になりなるほど、そういうことまあでも私その人に話したのは、なんか人と付き合う気が今なくてっていう話をして、うん、まあ次もし彼氏を作るってなったら 2,3 年ぐらい一緒にいて、もっと一緒にいれるなって思わないと付き合うっていう工程を踏みたくないって言ったんですよね。別れるとかってめんどくさいじゃないですか、精神持ってかれるのが、だから私はこれ以上先に進みたくないそれは逃げですね。うっうそれは相手から見放されたくない自分への保険でもありで、その逃げの状態だと多分 100% の幸せを味わえないぞ。うっ、ネガティブなのが出てるね。でもうっ話を怒られるんですよね。それも怒ってもないネガティブなことを考えて怒られるんですけど、メンヘラの子ってさ、本当にネガな子ってさ、怒ってもない、うん、マイナスなことを考えて、うん、自分でバットに入るよね、うん、そう、なんかしかもその考えうることが最悪のことを考えない自己防衛なんですよね。本当にそうなった時に対処する瞬発能力みたいなのがないから、うん、そうやって考えておいて自分への精神的負担を少しでも減らそう。なるほどね。本当に知らないところですごい思考を凝らして頭疲れてるんだよなポジティブでいようとか言うのはうざいと思うからあんま言わないんだけど例えば毒愛にさらされてみたいな、なんかその人から愛情を注がれたことがあるのかどうか分かんないけど、ないんだとしたら注がれてみたくね。それが愛情かどうかも分かんないんですよね、私。で、注がれたら分かるよ。なるほど。うん、最初は突っぱねるだろうけどね、うん、それを。うん。なんか裏があるんじゃないかとか、見ちゃったりするけど、ちゃんと愛情を注いでくれる人だったら、注ぎ続けてくれるから。なるほど。それで愛情を注いでもらって、突っぱねられて、相手が愛情を注ぐのやめたらもう終わりでいいじゃん、別に。そこまでやったんだよ。注ぎ続けてくれるか、続けてくれないかで、でそれをしかも理解してくれるのも愛だからさ、その突っぱねちゃう、私はこういう過去があるから私のことを理解してっていう話をしたんでしょ。それを加味して愛情を注いでくれるんだったらもうそれは本当の愛だから、だからそこのチェックにもなるじゃん、うん、耐えられるかな私のネガティブに。ネガティブにその大学生がぶっ壊されないかな、なんか未来ある若者を私が潰してしまわないかな。くー、何この興味の時間、胃がキリキリする。いいよ、あ、胃がキリキリしますか、それね、はい、恋ですあのね恋って言いたいだけじゃん。恋ってマジマジ恋ってね、キリキリするんですよ。もやもやするんですよ。それって恋です。そのことおもちゃにしやがってはい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 、ご確認できましたか。ちょっとね、精査してるアカウント。あは、かわいい顔してんね。でしょ、うん、これね、率直な意見を言っていい。はい、外見だけの話ね、外見だけの話、はいはいはい、毒図わかるわかるどのつくくずだね今のところ。ちょっといろいろこいつと話すわ、はい、あ、じゃあ、でちょっと待って、どっちに転んだとしても関係は切れないよね。そこ大切な気がすんだよね。まあ大丈夫だと思います、うん、あっちからしたらいい迷惑だな本当だよ本当だよ君にはコンテンツになってもらうぜ君はちょっとよかろう、うん、この台本なき世界へようこそ、始めようぜじゃあまた27日の予定詰めて、はい、そこら辺でえなこさん含めて発表会で、はい、えなこさんにもいろいろアドバイスもらおう、はい、そうします、そうしような。